代表のスターティングメンバーをご覧いただきます。ゴールキーパー奈良崎です。キリンカップサッカー2009オールフォー2010日本対チリ今始まりました。さて日本チャンスを作る。コバノから右サイドクロスボールが入りました。この辺り個人技が優れています。落ち着いています。本田圭佑ボールを奪った。シュート落ちた。岡崎シュート入りました。そして岡崎慎司です。そしてワントップに玉田が入っています。1対1の攻防。1対1、それを抜け出してきたチリ。シュート落ちた。シュート落ちた。岡崎です。なるのでそこでいかに負けないかというのを一つポイントに挙げていました。まあ、そうですね、はい、そこがやっぱりサッカーのゲームの基本というかね、肝ですから。はいです、うん、4日前にドイツブンデスリーが優勝を決めたばかりです。裏へのボールが出ました。トラップした。判定する。岡崎下げる。本田圭佑です。本田、いいんじゃないですか。本田の左足のシュートだ。本田はね素晴らしいですね。小倉さんいいと思いますよ。成長して帰ってきた本田圭佑。ゴール裏からの映像、まず岡崎もよく頑張りましたね。そして岡崎が本田圭佑に渡す。本田得意の左足のシュートは少し入れました。入れましたね。そして決めたのは岡崎です。キリンカップ開幕ゲーム日本がまず先制しました。素晴らしいシュートだねこれは。ただやっぱり翔吾さん、はい、中村憲剛の2ブリーですけども、はい、16点、取ってきたところでやっぱり得点に絡んでいくっていうところが自分の武器ですよね、はい、左足持ってますよねやっぱり彼は。 その19番本田圭佑にボールが渡りました。しっかりボールをキープしています。そして長谷部、中澤のプロ位置です。エスパルスの岡崎9番を背負っていますが、さあチリの攻撃、右サイドクロスボール入ってくる。中澤触った。クリアしました。やはりワントップを張っていた玉田が少し足を痛めてしまってなかなか動くのが ちょっとマークを巻いている中澤。ここに玉田、玉田も、まあ、今のところプレーしていますがここはカットされました。日本ピンチを迎えた。右サイドフリーだ。右足外れました。助かりました日本。昨シーズン J リーグは1試合の出場、そして今季ユースからトップに昇格して J リーグの出場は10試合です。その日本の18歳山田大輝が今日デビューを果たします。ここは繋がりませんでした。奪った中村憲剛。憲剛のシュート。そして本田がフリーの状態。本田圭佑左足外れました。前半残り1分を切っています。中澤のプレッシャー、しかしファウルを取られました。いいカットでしたね。そうですね、寄せ方のしてゼロで抑えるこぼれ球も含めてですね、はい、シュートを狙ってきました。壁に当たりました。ここはゴールキックの判定です。うまい反転。山田直樹中に入れる。いやぴったりでしたけどね。山田直樹が演出したこの一連のプレーです。岡崎の入り方も素晴らしいですよね、この反転。ただね、アウトで切り返したときに岡崎の入り方見てるからね、はタイミング取ってるんですよね、はい、切り返しながら時間を貯めてるっていうかね、はい、あの辺のセンスはやっぱり山田いいもん持ってますよね。初めてのこの A 代表の青いユニフォームで、ここでホイッスルです。日本対チリ、岡崎の2ゴールで
キリンカップサッカー2009オールフォー2010日本対チリ後半が始まりました。中澤、阿部、今野です。遠藤と長谷部、そして右に本田、トップ下に中村君のか、はい、その辺をちょっと修正部分を、ね、見てみたいなと思いますね。またチリの攻撃、クロス入ってヘディングシュートが入りました。素晴らしいクロスが入ってきて、そしてヘディングシュート、パレです。わずかに出ていたかどうか。このクロス、オフサイドではありません。監督から厳しい声も飛んだかもしれませんが、そうですね、まあ、そういった失態できないというか、ね、はい、そういうのもあるでしょうし、日本代表チャンスを迎える、うん、スルーしてシュートです。しい中村健吾のスルーから最後は山田直樹。触ってクロスを変えても面白いかなと思って見てたんですよ、はい、そこ入ってるの見えてるわけですからね、今のも日本のコーナーキックです。低いボールヘディングシュート、セットプレーから3点目。阿部のゾーンだね。いい形で入ってきて見事にヘディングシュートを決めました。バッターはチリです。クロスボールが逆サイド。中盤で日本にボールを奪われるときにかなり苛立った表情を見せていますね、はい、このボールコーナークロスと言われるボールを奪った日本、岡崎倒れる。うまく前を向いたんですが、これは倒されました。彼らさん、まあ、完全なファウルですね。そうですね、ただやっぱり日本の攻守の記録につなげてるわけですよね、はい、この今野がですね、しつこくサイドで追いかけて そこで奪ったところですね。ただちょっと今のはね、危険ですよ。そうですね、まもなく後半の15分を迎えますが、チリのスピード、ドリブル突破をしてくる、右サイド、右40度、ここから、こぼれ球、クロスボール、いやー、よく守りましたね、その中で、その猛攻に耐え、さらに得点を奪うことができるんでしょうか、面白いボールを蹴ってきました。ゴールキーパーは奈良崎です。面白いロングボールを蹴った、繋がった、日本チャンスだ、シュートです。このシーン、いや面白いですよ。奈良崎はいい目を持ってましたよね、はい、相手エンドで2対2ですからね。そうです、2対2ですね、わずかに外れてしまいました。まあ、最初に中村健吾がトラップした瞬間に岡崎を見てたんで、入ります、岡崎に代わって矢野貴章が入ります。ですからこの3週間がまた、そうですね、ワールドカップ突破へ、さらに本大会へつながる3週間となりそうです。突破してきた中村健吾、左足シュートですが、本田圭佑ですが、その前にクリアされました。この後半の強い今野今日本当落ち着いてますよね。今シーズンの FC 東京でセンターバックの今野ですが、さあクロス、シュートを打つことはできません。参戦に挑むことができそうですね。本当そうですね、自信を持って乗り込むことできると思いますね。矢野貴章のトップレスが倒されました。ですが、いかがでしょうか。いや、うまいですね、背負いながら前、ああいうプレーができるようになるといいですよね。はい、プラス香川選手も呼ばれましたね。香川が呼ばれました。対0と日本がリード。しかしピンチを迎える、ドリブル、いやー中澤すごい、ね、さすがですね、伸びるね、あそこね、しっかりと守りきりたいですね。低いボール、あたりは最後まで集中してもらいたいなってところですね、はい、ロスタイムすでに1分が経過しています。さあチャンスだ、流した本田圭佑、よくやってたね、最後までね。ロスタイムで4点目を奪いました日本。山田直樹が流して、そして最後は本田圭佑。いやー、ここの矢野のね、はい、体を張ったリーチのあるプレーもね、味方に乱しているわけですから、はい、聞きましたよ、
やっぱり前線からこう変わって出て、あれでこう追いかけてプレスをかけて、ね、それがやっぱりこう最後のところで自分のチャンス